トラベラーチャンネル。こんにちは、 JST のパッケージツアー担当トビタです。今回は世界のトリビアということで、世界の都市や国にまつわるトリビアをご紹介していきます。今までも何個かご紹介しておりますが、インドのタージマハルについてとか、パラオ語とか、とスリランカのシギリアロックとか、そういったものをご紹介しておりますので、ぜひ気になった場合は見てみてください。また新しい視点で新たな発見があると思います。今回ご紹介するのは中米のパナマにあるパナマ運河です。パナマ運河って小学校中学校ぐらいで多分社会で習ってると思うんですよね。なので聞いたことはあると思います。ただまあそれが何かっていうことまではあまり知られていないので、今回はそのパナマ運河についてお話をしていきます。このパナマ運河ですね、実はすごい機能を果たしているんです。何かというと物流を大きく変えました。パナマっていうのは中米にあるので、北アメリカと南アメリカの真ん中あたりにあるんですね、パナマは。でそのパナマの国にあるのがそのパナマ運河っていう船の通り道なんですけど、もともとはもちろんそんなところはなかったんですよ。ただそのパナマが地を切り開いて向こう側まで行けるようにしたんですね。まあちっちゃい国なので、といってもかなり大きな航路を作ったわけなんですけれども、それがですね物流には非常に大きい点なんですね。まあ、なぜかというと、例えばニューヨークはアメリカの東にあります。でサンフランシスコはアメリカの西にあるんですね。まあ陸路使えば中通っちゃえるのでいいんですけど、大きなものとか大量のものを運ぼうと思うとやはり船を使います。でパナマ運河がない頃はですね、ニューヨークからサンフランシスコまで南アメリカの南端アルゼンチンとかを通って、まあ、ドレーク海峡っていうのがあるんですけど、そこをぐるっと通ってサンフランシスコまで行きました。それが21,000キロ、めちゃくちゃ遠いです。ただただアメリカからアメリカに行く、アメリカの都市からアメリカの都市に物を運ぶだけなんですけど、ただそのパナマ運河ができたことによって、ニューヨークからサンフランシスコまでそのパナマ運河を通って持っていくことができるんですね。その距離が8,500キロ、約 60% カットされております。相当時間としても短くなりました。距離としても短くなりました。費用ももちろん安くなりました。ということで物流に大きな影響を与えたのがこのパナマ運河なんですね。これは別にアメリカのそのニューヨーク、サンフランシスコに限った話ではなく、日本とかアジアの方からアメリカのそのニューヨークに持っていこうと思った時はパナマ運河を通った方が断然早いですし、時間も短いっていう話になってくるわけなんですね。で、このパナマ運河できて物流がすごく便利になったよっていうのがトリビアっていうわけではなくてですね、そのパナマ運河を通る時のシステムがまた面白いんですよ。っていうのはどういうことかというと、太平洋がパナマの西側にあるわけですよ。でカリブ海がパナマのそのパナマ運河抜けた先、東側にあるわけです。なんで太平洋とカリブ海を結ぶのがパナマ運河なんですけれども、実は太平洋とカリブ海って水位が違うんですね。なのでそのままでは通れない。でどうするかというと、そのパナマ運河どうやってその水位の違うところに船を持っていくかというと、まず第一段階、船入れます。道に入れます。船をまずそのパナマ運河に通したら両サイドを閉じてしまって水位を上げます。で片方開いてまた通して門閉めて水位上げる、門開いてまた通してっていうような階段型にちょっとずつ水位を上げて、その高い水位のカリブ海の方まで持っていくわけなんですね。というのが実は行われているのがパナマ運河なんですよ。なのでこれあんまり知られていないんですけれども、
非常にユニークな船の運び方というか、すごく頭を使った運び方をしているのがパナマ運河なんですね。でもちろんそこのパナマ運河を通るのはただではありません、有料です。いくらかかるかというと、1トンにつき1ドル39セント、まあ、日本円にして約160円ですね、1トンで。なんか意外と安いじゃんっていうふうに思いがちですけれども、まあ、船はですね、何十万トンですかね、あるので結構金額としては60万、通るときに60万円とか、それぐらいの費用としてかかってきます。で、これ、1トンベースであるんですけれども、実は人も通ることができます。かつて泳いで渡った人がいますので、まあ一応パナマ運河、お金払えば泳いでも通れるよっていう感じですね。まあ、一応そんな感じになっております。ということで、まあ、パナマ運河の重要性、そしてパナマ運河のユニークな船の運び方について、お話しいたしましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、今後もですね、こういった世界の面白いトリビアをご紹介していきますので、楽しみにしていてください。今回の動画が面白かったよという方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。トラベラーチャンネルは毎日18時に更新をしておりますので、今後も引き続きご視聴よろしくお願いします。ではまた次のトリビアをお楽しみに。バイバイ。